北哲とは日本の教育者、著述家、カウンセラーで神戸セミナー校長、兵庫県予備校連盟会長、全国予備学校協議会副会長、日本ブリーフサイコセラピー学会理事を歴任。滋賀県大見八幡市に生まれる。小学時代には宿題はほとんどやらない問題児だったが、小学4年生の時の夏休みの宿題の課題が自由研究だったことで、 突如やる気を起こし、人のやらないことをやって、驚かそうと思いついたのが、往復 3km の山道を毎日走ることで、あった。それを毎日、タイムを測り変化を、グラフ化し、20日間全 60km の日記を書き、さらに写真を貼って提出した。おじをはじめ、担当教師、クラスの生徒のほとんどが、北のこの行動に驚いた。この時北は、 やる気のもとが誰にも強制されず自ら決めることだと悟った。高校時代は高校球児として甲子園にも出場。県予選での5試合で3塁打6本は今も滋賀大会記録となっている。二郎の後、京都大学法学部に入学。卒業後、三和銀行に入校し、窓口業務、有志業務、個人営業。 法人営業を経験する傍ら4年間学生採用も担当。6年後の31歳の時に村上雄造創設でユニークな教育方針と独特のカリキュラムを取り入れていた神戸セミナー副校長に抜擢され教育界に転身。高校中退者や不登校、引きこもりの経験者も多く通う同校にて多くの生徒、保護者と面談を重ねるうちに やる気の起こらない生徒にある一定の法則があることに気づく。これらの経験から心理学的アプローチも取り入れ、自信は全てに優先するとの教育方針を打ち出し、生徒を子で捉え、チームでカウンセリングを行う手法で、高校中退者を有名大学へ導くなどの実績を挙げ、全国で講演を依頼されるに至る。1991年9月、神戸セミナーに副校長として入職。 ありがとうございます。